昨今、気候変動の影響もあり、日本を含む世界各地で自然災害が頻発化、激甚化していると言われています。大規模災害の際には、避難所や仮設住宅で長期にわたり生活することを余儀なくされることがある中、被災後の生活を見据えた対策が求められるようになりました。徳島県で暮らす私たちにとっても、頻発化、激甚化する豪雨災害はもちろんのこと、さらに大きな被害が予想される中央構造線による活断層地震や、今後30年以内に70%から80%の確率で発生が危惧される南海トラフ巨大地震への対策が待ったなしの状況です。自然災害により大切な命や生活の糧を失うことは辛く悲しい経験ですが、災害が頻発する日本で暮らす私たちは幾度となくその体験を乗り越えてきました。発災時の死者ゼロを目指す取り組みと同時に大切なのは被災後の支援のあり方です。徳島県では災害関連死をはじめとする防ぎ得た死をなくす、いわば被災した住民に我慢をさせない災害支援を目指しています。被災した住民に我慢をさせない災害支援の取り組みは世界各地の災害支援でも進められており、そこには共通した考え方が根底にあります。その考え方であるスフィア基準を避難所の設置・運営に取り入れるため、徳島県では平成27年から令和3年までの7年間で県主催の講演会や研修を合計13回開催し、延べ427人が受講しています。ここからは世界各地の災害支援の場で活用されているスフィア基準がどのような内容なのかを見ていきましょう。なぜ災害支援の際にスフィア基準が必要なのでしょうか。災害支援は非常に多くの支援組織や個人が関わることが特徴的です。多くの支援者は同じ目的、すなわち災害の影響を受けた人々をサポートすることを目的に活動を行うにもかかわらず、組織や個人の専門性、災害支援に対する姿勢、有するリソースによって支援の方向性や方法が大きく異なることがあります。このような多様性は普段であれば歓迎されるべき事柄なのですが、一刻を争う災害支援の際には混乱を引き起こす要因になってしまいます。そしてその混乱は支援の遅れに直結してしまうのです。だからこそスフィア基準という共通の言語を持つことで支援内容の優先順位をつけたり、支援の具体的な方法をハンドブックを参照することによって最短の時間で支援を災害の影響を受けた人たちに届けることが必要になってくるのです。スフィア基準に基づいた災害支援をすることは、災害の影響を受けた人々の人権が守られ、支援を受ける人々に我慢をさせない支援をするために必要な視点だと考えられています。ここで言う人権とは、日本国憲法が定めているすべての人々が人間らしく生きる権利であり、生まれながらにして持っている権利である基本的人権のことです。自分のことを自分で決めることができる自由権、人間らしい生活を送るための社会権をはじめ、プライバシー権や知る権利など多くの権利が保障されています。これら基本的人権は、たとえ大規模な災害が起きたとしてもないがしろにしてはいけませんよね。スフィアハンドブックには災害の影響を受けた人々の人権がないがしろにされないために、支援をする私たちが考えるべきこと、すべきことが
書かれているのです。スフィア基準は平成9年に最初に作成され、その後3回の改定がなされています。最新版は平成30年に発行され、改定の際には日本の災害支援関係者も参加しました。現在のスフィアハンドブックは39の言語に翻訳され、多くの国で使われています。それではスフィアハンドブックの構成を見ていきましょう。基本的なことが書かれた章は4つ、そして技術的なことが書かれた章も4つあります。人に例えるのであれば、基本的なことが書かれた4つの章は、頭、心臓、体の部分、そして技術的なことが書かれた章は、手足の部分ということができます。スフィア基準といえば、トイレは20人につき1台、もしくは男性と女性のトイレの個数の割合は1対3、といった技術的なことが書かれた章の内容がよく知られています。けれども、この本の最初の章であるスフィアとはの中では、これら技術的なことが書かれた章は基本的なことが書かれた章をよく読んだ後に読み進めることが大切ですと書かれています。その理由は次のようなものです。災害の種類、被害の大きさ、災害が起きた地域の特徴などによって、技術的な事柄は大きな制約を受けることが多々あります。基本的なことが書かれた章を理解していないと、制約の中で支援者は何を優先して考えるべきなのか、そして行動すべきなのか、それらがよくわからないままトイレの確保などに翻弄されかねません。このような混乱も支援の質とスピードを落としてしまうのです。スフィアとはには、この本の構成や使い方といった重要な事項がまとめられています。人道憲章の内容は、ハンドブックの29ページに書かれている3つの権利に集約することができます。1つ目は尊厳のある生活への権利。2つ目は災害支援を受ける権利。そして3つ目は保護と安全への権利です。1つ目の尊厳のある生活上の権利とは、この動画の最初の部分で述べた基本的人権が守られているということの言い換えと言えるでしょう。災害支援を受ける権利の中には、どのような支援も公平性の原則にのっとり差別をしないという原則が書かれています。保護と安全の権利の中には、人々の中には年齢、性別、人種、その他の特徴により特に差別されてしまうリスクが高い方たちがいて、災害支援の際には配慮が必要ということが書かれています。次の章は権利保護の原則です。権利保護の原則は4つあります。1つ目は傷つけない原則、2つ目はニーズに合っていて差別なく支援を行う原則、3つ目が心身の回復をサポートをするような支援を目指す原則、4つ目は災害の影響を受けた人々が自分たちの権利を主張ができるような支援を行う原則が書かれています。人道支援の必須基準は、災害支援に携わる組織や個人が質の高く、そして効果的な支援を提供するために取り組んだ方がいい9つの事柄が書かれています。この基準には、災害支援を受ける人々が
質の高い支援をする組織や支援者に対してどのような期待をして良いのかが具体的に書かれています。技術的なことが書かれた章はこちらにある4つの分野で構成されます。給水、衛生及び衛生促進、食料安全保障及び栄養、避難所及び避難先の居住地、保健医療、これらの4つの分野はいずれも災害時には欠かせない支援分野になります。一つ一つの最低基準の構成は同じように作られており、読者は関心のある基準の読み方を一つ理解することができれば、その他のすべての基準も同じように理解ができるようにこのスフィアハンドブックは作られています。日本では防災基本計画に基づき、国、公共機関、地方公共団体、事業者、住民、それぞれが積極的かつ計画的な行動と相互に協力して、来たる災害に備えることが求められています。我慢をさせない災害支援に向け、様々な立場での取り組みに、スフィア基準の考え方がどのように採用されているかを見ていきましょう。内閣府防災担当が平成28年に発行した避難所運営ガイドラインでは、災害の影響を受けた人々の健康維持に向けた避難所の生活の質の向上を提案しています。ここで言う質とは、人がどれだけ人間らしい生活や自分らしい生活を送ることができているかであるとし、参照すべき国際基準としてスフィア基準を引用しています。日本の災害においてスフィア基準がどのように生かされているかをご紹介しましょう。平成28年の熊本地震では、最大震度7の地震が2度発生し、甚大な被害をもたらしました。この時、熊本県益城町ではほぼ全ての家屋が何らかの被害を受け、一時期非常に多くの方たちが避難所やその周辺の敷地で車中泊をしながら避難生活をしました。すし詰め状態の環境を、生活環境から生じる二次的な健康被害やストレスをできるだけ軽減するために、益城町行政職員の方々とスフィア基準を知る支援者が力を合わせて避難所の環境改善に取り組みました。近年では政府の物資型支援の中にも含まれるようになった段ボールベッドや、プライバシーを少しでも確保するための間仕切りをただ設置するのではなく、スフィア基準に照らし合わせながら少しでも生活空間が避難をされている方たちに適切であるものにする努力が続けられました。またトイレを設置する際には、洗面所も設置することによりしゃがんだりすることなく手を洗うことができ、さらには洗面や歯磨きといった毎日の生活で当たり前にしていることができるだけ当たり前にできるといった環境が整えられていきました。もちろんこの取り組みは1日や2日でできることではありませんでしたが、平成23年の東日本大震災以降、スフィア基準に関心を持たれた災害支援者が少しずつ増えてきたこともあり、さまざまな組織や専門家がスフィア基準を共通言語にして、益城町の現状に照らし合わせながら行政職員の方と環境整備を進める取り組みがなされました。外部からの災害支援者が減っていく時期になっても、災害対応を通してスフィア基準の基本的な章に書かれていることの大切さを吸収された行政職員の方々は、最後の避難所が閉鎖されるまで避難されている住民が我慢をしなくてもいいように、さまざまな側面でスフィア基準を活用されていました。
スフィア基準は少しずつではありますが、国の災害対応の中にも組み入れられ始めています。例えば避難所に関するアセスメント調査表、ラピッドアセスメントシートです。大規模災害になると避難所の開設数は数百、数千に上ります。少しでも早く公的な支援を行き渡らせるためには、膨大な数の避難所の情報を集約し、データに基づいた支援戦略を立てることが必要です。厚生労働省は医療・保健・福祉関係者による分野横断的な情報連携に向けた取り組みの一つとして、ラピッドアセスメントシートについて言及しています。この調査表には避難所の環境やライフラインに関しての項目がありますが、 ABCD 評価をする際の指標としてスフィア基準が用いられています。ご興味のある方は QR コードからアクセスしてください。またアセスメントシートで集められた情報が集約され可視化されるようなシステムも出来上がりつつあります。このように皆さんが知らないところでも少しずつですが、日本の災害対応にスフィア基準は生かされ始めています。災害は全ての人々に影響を与えますが、その影響の大きさはその人の持つ特性により違います。平成23年の東日本大震災においては、障害のある人が亡くなる割合が住民全体の約2倍だったことが報告されています。またたとえ命が助かったとしても、さまざまな理由で支援が届かない状況が起こりえます。例えば掲示による情報提供の方法は、障害のある人にとっては大切な情報にアクセスすることができないという課題があります。また自宅で医療機器や在宅療養サービスを利用して暮らしている場合は、災害時にそれらが途切れることは死活問題です。 AAR ジャパン難民を助ける会は、国内外での緊急人道、災害、障害者支援を行う NGO です。その支援活動においては、スフィア基準や日本も批准している障害者権利条約を参照し、障害のある人々が被災後にも安心した生活が送れるような支援をしています。東日本大震災の際には、 AAR は岩手県障害福祉復興調整会議に参加しました。この時参加組織と共同して、被災された障害のある人の個別のニーズに応じた対応ができるよう SOS カードを作りました。 SOS カードをもとに個々のニーズに応じた対応をすることで、復興に向けた制度やサービスが届きやすくしたのです。またスフィア基準にある支援者間の共同補完の考え方を踏まえ、平時からの生活圏単位での計画・訓練にも取り組んでいます。例えば東京都内では、首都直下地震への備えとして、隣接する5市の社会福祉協議会、関連団体、NGO、NPO による図上訓練を行いました。行政の管轄区を超え、障害のある人の生活圏の組織が共同することにより、災害時に生活を支える福祉サービスが途切れないことを目指しています。我慢をさせない災害支援の実現には、支援に関わる全ての関係者の協力が欠かせません。全国災害ボランティア支援団体ネットワーク、通称 JBOARD は、災害時においても全ての人々が多様性を認め合って支え合い、尊厳のある生活が守られている社会の実現を目指して、平成28年に設立されました。災害の影響を受けた人々への支援の漏れ、ムラを防ぎ、スフィア基準が目指す災害の影響を受けた人々と地域のニーズに合った支援が行われるために、平時から次の災害に備えて、支援者間や地域レベルでの顔の見える関係構築や仕組み作りを進めています。
我慢をさせない支援のための調整・連携に向けた具体的な取り組みとして、災害時に行政・災害ボランティアセンター・ NPO や企業等の民間セクターが災害の影響を受けた人々の困りごとや地域の課題を共有することで解決を目指しています。災害が発生した地域では困りごとや支援の状況を共有し調整することで、潜在的な問題や見過ごされている課題を解決する場として情報共有会議が開催されるようになってきました。災害時に支援調整を行うネットワークとして機能する災害中間支援組織が各地で構築されてきています。今後も全国に災害支援のネットワークが広がることを目指しています。この取り組みは徳島県でも行われています。公益社団法人日本青年会議所四国地区徳島ブロック協議会主催で、徳島県大規模災害に向けてのパートナーシップ構築事業が開催され、 J ボワードも立案の段階から協力しました。この事業では頻発化・激甚化する豪雨災害や切迫する南海トラフ巨大地震の発生に備えた調整と協働の取り組みを進め、困難が伴う避難生活や生活再建の段階でも互いの多様性を認め合って支え合うという我慢をしない支援の実現に取り組んでいます。スフィア基準がまとめられているスフィアハンドブックは現在30以上の言語に訳され、世界各地の災害や防災対応において人々の暮らしや文化を踏まえつつ現場で活用されています。普及の担い手は世界各地で活動するスフィアフォーカルポイントと呼ばれる公認普及協力団体や、研修を提供できる知識や技能を持つトレーナーたちです。日々日本も含む支援現場で研修やセミナーが開催されています。オンライン研修も提供されています。日本のスフィアフォーカルポイントは支援の質とアカウンタビリティ向上ネットワーク、通称 JCAN です。スフィア基準の研修や最新の関連情報の提供をしています。JCAN のウェブサイトからスフィアハンドブックを入手することができます。心の構え研究会のウェブサイトにはスフィアハンドブックの構成やその他のスフィア基準の分かりやすい解説が掲載されています。 J ボワードのウェブサイトには災害への対応力や避難生活上のニーズを踏まえた支援を行う際に参照できる資料やガイドラインがまとまっています。災害支援に関心を持つ人が災害の影響を受けた人々の人権をないがしろにしないというスフィア基準の考え方を知り、支援活動をするために参照できる資料が多く掲載されています。私たちは誰でも災害を経験しうる世界に生きています。せっかく災害を生き延びた命がその後の生活環境や苦しみで失われることなく、自らの回復力と周りの協力を糧に豊かに暮らしていくために大切な原則と視点をスフィア基準は提供しています。徳島県では事前復興として災害が発生した際のことを想定し、被害の最小化や迅速な復旧・復興につなげる準備や実践に取り組んでいます。我慢の多い避難生活を前提とせず、スフィアの原則と視点を生かした徳島県民一人一人の回復力に応じた多様な制度・サポート・関わり方を考え、行政・民間・医療・福祉等それぞれの立場が力を合わせ、災害関連死をはじめとする防ぎ得た死をなくしていきましょう。